はい、えー、究極のチャーハン動画という動画のコメント返信です今まで DIY 系の動画にはコメント返信してたけどもまあ料理系の動画でも、まあ、それなりにコメント数が来てたら返信しようかなと思ってちょっとやってみようと思いますこれ49件も来てるんだよねで再生数が9749回なかなかヒットしてますね 食べてくれるるる人ががいいと作りがいあるよね。そうだね1人で食うよりもあと2人で食べる方がね美味しいしね理解ある彼女が一番素晴らしい一番素晴らしいって <laughs> ありがとうございます <laughs> <laughs>、はい、いや <laughs> チャーハンはサラダ油よりもラードを使った方が美味しいですよ あのね、過去にラード使ってチャーハン作る動画も出したんだけどもうん一長一短だよねあの今回使ったのはねサラダ油じゃなくて米油なんですよ米油だとあの変なくどさがなくて美味しいんですよそうなんかラードはラードでねあの扱いづらかったりしてうんなんかどれが正解か分かんないっすね 切ったネギ入れたあの溶いた卵に切ったねぎ入れてやってますねしゃもじ使わず箸っていうのが吉田くんらしいから,だからうちにしゃもじないんすよ一応しゃもじあるんだけどもあのコーティングが死んだしゃもじだからベタベタくっつくんだよねで試しに箸でやってみたらなんか具合が良かったから今はもう箸で盛ってますね彩りとか言って 余計な具をあれこれ入れるよりこういうシンプルなチャーハンの方が好感持てるかうんなんかなんだかんだ最終的にシンプルなやつに落ち着きますよね塩・胡椒も味の素ウェイパーも使わないけその分ね味に深みはないんだけどもでもシンプルな味で美味しいっていう一時期ウェイパーチャーハンも作ったりしたんだけども あれもね、最初はうまいと思うんだけども、ウェイパーの味に飽きてくるんだよね。なんか、ウェイパー味って結構万能だけども、飽きも早いっていう感じですよね。やるね、なかなか上手じゃないですか。<laughs> ありがとう。また、説教食らいそうなチャーハン。チャーハン動画出すと、チャーハンポリス来るからな。包丁時とチャーハン動画はね、いつも、っけ。 ちょっと緊張しちゃうよね動画出す時はチャーハン警察来そう <laughs> なんでチャーハンってこうそういう人が多いんですかね結構こだわりを持った人がねコメント欄で指摘してくるよね <laughs> 恋人同士が一つの皿でご飯を食べるのはエコでいいですね仲の良さうん <laughs> うエコですね 究極なのか今のところ究極でなんか更に、まあ、またあれかもしんない変わっていくかもしんない薪ストーブのえー、と上蓋の輪っかは火力を上げる時に外す仕組みなんですね知らなかったそうなんですよまああと、まあ、麺茹でる時とかもやっぱり火力強い方がいいじゃないですかだから外してますね 味噌味噌って使った調味料は醤油やんなんか口癖がもうあの味噌になってるんだよね味噌って何だっけここが重要ですって言えばいいんだけどもうここが味噌なんですよって口癖幸せそうで何よりありがとうございます美味しそう究極ですね <laughs> このチャーハンうまそう真似して作ってみます うまそう。そ <laughs> の美味しそうコメントが多いななんか今のところチャーハンポリスがいないから気持ちよくコメントが読めるな確かに油少ないと喉に詰まるチャーハンができるそうなんかねやっぱり美味しいチャーハン作ろうと思ったら油多めにした方がいいねなんか油多めに入れると体に悪そうな気がするけどもあの今回米油を使ってるんですよサラダ油のの多分3倍ぐらいの値段するんだけども、 でもね、あの味も美味しいし体にもいいからおすすめですよ卵の殻の捨て方 <laughs> うちのスタイルはねもう全部地面に捨ててで後であの回収してコンポストに入れるスタイルなんですよそうそう結構ねあのそういう捨てたもんとか全部薪ストーブで燃やしてたんだけどもコンポストに入れろって声が多かったから最近は 生ゴミとかそういうのはコンポストに入れてますね。えー、まあいろいろ突っ込みどころはありますね。小屋内に小さな暖炉、かずちゃんのために希望しますがか。暖炉ってね、実際そんな効率よくないんですよ。薪ストーブとか石油ストーブの方が全然あったかいですけどね。これは羨ましいです。火力は強火だし、屋外だから油や匂いが室内に。 しみ、えー、ないですしそうなんだよねあの中華料理作ると部屋中油ま豆になるからな野外調理必須ですねえー、チャーハン氷漏化じゃないんだけど卵の殻をポイ捨てはちょっと嫌悪感を感じたまあなんかテロップかなんかでこの後スタッフがちゃんとコンポストに回収して入れましたってつけた方がいいのかな インドとかだと、あの、結構、その生ゴミとか床に捨てて、であ、あの、その捨てたやつをこの、かき集める係の人がいて、それを集めるスタイルみたいなんですよね。まあ、インド方式だと思っていただければ。漏れ出る火炎、舞い踊るチャーハン。 中華飯店さながらかっこいい食事を作るとこから楽しむっていいですよね <laughs> やっぱチャーハン動画はねあの絵が豪快だから受けますよね上手ありがとうはじめまして建築関係鍋さばき料理人夜の仕事も何でも完璧素晴らしいありがとうまあでもあれだよねそんな素人に毛が生えたようなもんだけどね まだ熱いフライパンにいきなり水入れるとフライパンが傷むかとあそうなんすかなんか何も考えないでバシャーってやってたけどプロの人どうやってんだろうねあとでちょっと確認してみるかチャーハン好きだね芯から火が通ってそうシンプルなのがいいなうんチャーハンってなんか炒め飯って書くけども英語で書くとフライドライスって書くんだっけ 炒めるるっていうよよりは揚げる感じだよねでそのためにはやっぱ火力が必要で油も必要だからってなるとやっぱ薪ストーブ最強だなと思いますね火力最高だからネギは終わりの方がいいかあそうなんかプロの人もネギは最後の方に入れるよねちょっと今度はネギ終わりの方でやってみよう 廃材とかでテーブル作ればいいのに。あなんだかんだね、室内で食べるときは床置きが一番いいですね。過去にそのテーブルでもやったんだけども、なんか邪魔で床置き、床直置きスタイルに落ち着きましたね。熱伝導のいいパン使ってるな。あ,あ、フライパンね。 なんか俺も2000円ぐらいの安物で、しかもあの、兄貴から買ってもらったやつなんで、ただですね。なんかね、あの安物のフライパンの方が軽くて使いやすいって言ってたんですよ。なんかプロの人が。下手にその打ち出しのフライパンだと重,い重くて大変だっていう。美味しそうですね。マジプロ。 ご飯炊きたてだし、圧倒的な火力だし、かなり美味しくできてると思われます。<laughs> ありがとう。褒め言葉しかないのもちょっとあれだな。一人ぐらいは、チャーハン警察いるかなと思ったけども。美味しそう。野営の人の世のサバイバルではないから、みんな優しく見守ってあげて、生き死にまでは知らないから、突っ込みより優しくそっと温めてね。ていうかむしろまだ優しい人しかいないんだけど。 彼女にカメラのの撮り方教えてないの彼女はね何だっけね寝てたんだっけ分 <laughs> かんないですけど朝だったら、ね、寝てる <laughs>、まあ叩き起こしてなんか撮れっていうのも何かあれかわいそうだから <laughs> 塩コショ入れないんだあとキムチとかにんにく入れると美味しいああそうっすねその時の気分だよねキムチチャーハンとかにするのも。 お、なんだよ。失敗するかと思ったら普通にうまそうじゃん。ありがとうございます。小食なんですね。あやっぱりね、あの、これだけじゃ足りなくて、もう一回その後作りましたね。あの、鍋が小さいから、茶碗一杯までしか炒められないんですよ。あれ、茶碗二杯、茶碗二杯分炒めると、火の取りが悪くなるから。ちょと究極のチャーハンってことなんで、ちょっと、あまり変なことはしないようにしました。 しゃもじそうあのテフロンが死んだしゃもじしかないけども箸でも十分用は足しますよねしいたけ栽培してみてくださいえー、金床栽培のキットなら切りきするだけで簡単でしたよでも原木栽培の方が香りも味もいいみたいですねあでもね昔しいたけ栽培しましたねあのちょうどシイタケの原木があったんで あの種菌買ってきてで打ちつけてであれなんか3年ぐらい食えたかなものすごいでかいシイタケがなりましたね嫌らしいなと思ったのがあのシイタケの原木あ違う違う原木にシイタケのこう菌を打ちつけるんだけどもその専用のドリルみたいなのがあるんですよそれで穴を開けて でこう打ち付けるんだよねでなんかそのドリル買うのもあれかなと思ってインパクトドライバーでこうガーッと開けたんだけどもそれだとねなんか微妙にサイズが合わないんだよなだからサイズをぴったり合わせたかったら専用のドリルを買うみたいな感じのちょっといやらしさを感じたなまあちょっと脱線しちゃったけども次いきます何気にうまいな鉄鍋ってメンテナンスが行き届いてないとくっついて大変だよ 大変だよね。小屋暮らしがプロ化してきてるグッと押しとくよ。ありがとうでも実際あの全然メンテナンスしてなくてあのかなり鍋肌もボコボコしてますよねでも割と高温にしてで油たっぷり入れればあの鍋肌ボコボコしててもそんなくっつかないですよね火力,重火力が大事だなと思いましたね 薪ストーブでチャーハンなかなかいいですねあまり2人とも食べないのかもだけど2人で食う量にしては少なく感じたそうだからその後もう一杯作りましたね井戸,の井戸の手動ポンプがそこなので仕方ない部分もあるかもだけど風呂から水取るのはさすがにちょっとあれなんで風呂の位置か調理場の位置を変えるべきとは思うなこの先もそこに住み続けるつもりなら衛生面や えー、便利性便利面も考えて安い移動用の電動ポンプを取り付けるべきには思いますねあ風呂の水あそうだね、まあ、一応その,あのきれいな水入れてたんだけどもまあそもそもあの風呂ってニューヨークで使ってた風呂だからなそこでちょっと引っかかったか風呂桶、OK、から鍋に水残り湯ですか 一応、ね、あの綺麗に風呂桶を洗ってで、そこに水を入れたんだけども、まあ、どうせあと飲み水じゃなくて洗い水だからいいかなと思ってまあうんそんな感じですかねあこれで全部でしたねということで究極のチャーハンのコメント返信でした